はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画でレビューしています。で、普段はビジネス書等を紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストを作ってますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で、今日ご紹介する本はこちらの新四字熟語というタイトルの本になります。で、少し前にですね、又吉直樹さんの本をご紹介したと思うんですけども、その時にいくつか又吉さんの本をまとめて買ってましたので、今日ご紹介したいと思います。で、これは、又吉さんが、文章を書かれて、田中章雨さんかな、ちょっとお名前正しく読めてないかもしれないですけど、田中章雨さんですねという方が、文字を書いてるというふうになっていて、中身をちょっとご紹介しますけれども、又吉さんがですね、新しい四字熟語っていうのを考えて、それをこういうふうに書を書いてると。で、これを田中さんが書いて、又吉さんがその、四字熟語とその解説っていうのを書いてるという内容になっています。で、新四字熟語というタイトルの本なので、四字熟語に関してはもう全く、今まで四字熟語とされてきたものを紹介してるわけではなくて、もう全くの新しい、四字熟語が紹介されています。で、現世をする新たな四字熟語があってしかるべきというふうに、一番最初のページに書いてあるんですけども、現実のですね、世界をこう切り取るような、鋭い四字熟語から、ジョークの効いたようなくだらないようなですね、四字熟語までいろいろ紹介されてます。例えば水玉入れ墨とかですね。水玉の入れ墨って怖くないよねとか、そういう意味だったと思うんですけども、平凡普通とかですね、これ四字熟語であっても良さそうですけど、なんかごく普通のことだったと思います。そういった四字熟語っていうのを、又吉さんが考えて紹介しているということですね。で、全部紹介してもあれですし、内容としてはですね、はっきり言ってその何があるというわけではなくて、又吉さんの感性に基づいて、四字熟語を作って、紹介をしているということですので、個々人気に入った四字熟語があれば、それを面白がってみるというのが、一番いい楽しみ方なんじゃないかなと思いますけれども、2つ私が気に入ったなと思った四字熟語をご紹介したいと思います。で、1つ目は、世界縦走という四字熟語です。で、世の中、世界がですね、たくさん重なって、奏でられているという、感じなんですけれども、まさに今言ったような内容で、この世界はあらゆる人々のいろいろな個性の重なりによってできている。変なやつがいてもいいし、自分が変なやつだったとしても一向に構わない。世界という観点から見ると、変なやつがいることはとりわけ変なことではないというふうに、書かれてます。で、なんかこれ今の自分の感覚というか感じていることと近いんで、言葉としても綺麗だし、いい言葉だなと思って今ご紹介をしました。はい。で、次にご紹介する、単語は、桃色墓石という、四字熟語になります。で、これは、どっちかというとこうギャグというか、で書かれている内容だと思うんですけど、多分もともと桃色吐息とかですね、そういったような言葉から来てる感じかなと思ったんですけども、なんとなくその情景が非常に目に浮かぶんで、個人的に好きで、ご紹介をしたいと思います。で、どういうことかというと、桃色墓石っていうのは、ピンク色の墓石が建てられた、人、その様子を説明してるんですけれども、少しかいつまんでこの説明を読むと、人に言わせれば何の変哲もない人生だったかもしれないと、平凡が一番いいと乗ったままの人々からしても、その範疇に及ばないほど退屈な人生だったかもしれないと。なんだけれども、一生懸命頑張って、生きてきましたよという、亡くなられた方に対して、家族はピンク色の墓石を作ったと。で、子供や孫どもはピンクかわいいじゃん、目立つしいいよね、おじいちゃんもきっと喜ぶよなどと言っていると。で、自分が歩いたさまざまな経験がここに集約されているわけではないが、これが周りから見た自分の評価だと思うと悲しくてならない。畳の上で黙ってタバコ吸ってた俺の背中見てた。深く刻まれた無数のシワから苦労の痕跡は伺えなかった。自分の苦労、努力、功績、栄光は家族が動揺するぐらい喋り倒したらよかったんかなというふうに書いています。で、なんとなくシュールだし、でも何ていうのかな、その又吉さんのその文学的センスというか、そのシュールな様子がですね、この四字熟語から、おじいちゃんの困惑している様子とか、そのピンク色の墓石が変に目立っている様子とか、なんとなくそういうものが目に浮かんだので、面白いなと思って今ご紹介をしました。でこう聞いていただいている方がですね、そのどの四字熟語が好きかっていうことはもう全くもちろん違うと思いますので、何か意味を求めて買うというよりはですね、この又吉さんのユニークな、感性とか、また日常の平々凡々な景色っていうのをこう改めて新しい捉え方で見てみると、そういうようなことのために、手に取ってみられると面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日は以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。